定山渓温泉の葛生御苑さんに伺ってきました。2018年6月1日にリニューアルされた宿になります。予約させていただいたのが結構前で、確か3ヶ月ぐらい前だったかな。ヤフートラベルで予約するとその時一番お安く泊まれました。なんせうちは5人家族なので、少しでもお安く泊まれるっていうのは嬉しいですよね。事前にお電話でいろいろご相談させていただいたんですけれども、その時の対応がすごく良くて、食事も個室すべてスイートルームという点、あと温泉もですね、各部屋にあるので人との接触があまりないので宿泊を決めました。ウェルカムドリンクは、子どもたちはパイナップルジュース、大人はおしゃれな瓶に入ったお茶なんていうものを用意していただきました。紅という池側と玄関側の愛という2箇所に部屋が分かれています。今回私たちが泊まったのは池側の紅というお部屋になります。部屋にはテレビが2台、 Bluetooth で音楽も飛ばせるスピーカーもありました。外の眺めはとっても素敵でした。温泉は薄別温泉という炭酸水素塩泉で、肌がツルツルになりました。いつでも好きな時間に入れるのは嬉しいですよね。この間まで凍っていたみたいです。溶けてくるとなんかとっても風情がありますよね。3月下旬の宿泊ですが、雪がちらついていました。この庭はとっても紅葉の時期とかも宿泊してみたいなって思いました。夜になるとイルミネーションがついて、とても雰囲気がガラッと変わります。ドーム内には光る椅子が2脚あるので、そこに座ってお話なんかをするスペースもあります。夕食、そして翌日の朝食、こちらをご紹介していこうと思います。